スポーツベッティングはね、今、はい、すごい、はい、チャリロトとか、はい、あの、めっちゃ盛り上がってますよね。うん、サイバーエージェントのアベマ TV の売り上げの3分の1はそれなんですよね。へあの、競輪とかの、はいはいはい。あれが稼いでるんですよ、実は。だから、あそこはサブスク3分の1、スポーツベッティング3分の1、で、あと広告3分の1みたいな収益構造になってて。だからこれから映像配信サービスしかもう勝てないなって思った。うん、あの、あれで。放映権。はい。だって、アベマ TV が MLB と、あと、ワールドカップ。はい。取ったわけじゃないですか。ありましたね。もう絶対日本のテレビは勝てないらしいですよ。いやー、だってこの間のワールドカップ出場決めたやつ、地上波でやってないって何なんだって。うん。だから、ダゾーンに負けちゃうんですよ。買い負けちゃうんですよね。うん。放映権料はやっぱり、あの、グローバルになっちゃってるから、マーケットが。はい、価格帯が。価格帯が。ええで、そこに、まあ、日本でもその、カジノ解禁に合わせて、スポーツベッティング解禁みたいな流れがあって、うん、まあ、それも結構面白いなと思ってて。うんうんうん。注目分野ですね。なるほど。はい。なるほど。スポーツとネット配信みたいな。まあ、そうですよね。ザ・マッチ2022。なんと、5万5千人の、お前9千人かな？5万人を超える観客を動員して、チケット売上だけで20億円。さらにですね、アベマ TV の、PPV、ペーパービューでですね、なんと20億円、そしてヨギボープレゼンツということで、スポンサーもろもろでですね、5億円持ってしまったというですね、日本でも最大規模の興行が、行われました。だからもうアベマ TV 独占で生放送をそれしかやらない、生配信をそれしかやらないって決めたらですね、アベマ TV もですね、めちゃくちゃ放映権利を出せるわけですよね。これはテレビで、ただで誰でも見れちゃうって話になると、ペーパービュー売れませんから、これからですね、しかもアベマ TV ペーパービュープラスもですね、このためにアプリをインストールして、LTV、ライフタイムバリューですね、を稼げるということでですね、アプリのこれからの月額課金、サブスクリプションのユーザー確保にも、役立つということでですね、もうこれからこういった格闘技の試合だったり、注目されるスポーツの試合っていうのは、アベマ TV が今回ね、あのサッカーカタールワールドカップのチケットをですね、チケットというかあの配信をですね、全部アベマ TV 独占でやると。まあ無料配信でやるらしいです。無料生中継でやるらしいんですけれども、まあそれも LTV を考えた経営でないと、テレビ局地上波、特に地上波はですね、その放送した日のスポンサーからの収入以外ないんです。だから、それ以上の収入払えないんです。